上映画その年始繰り返し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  ここ数試合、決めれてなかったので、ようやくゴール決めれたのが本当に自分としてもほっとしてて、まあ、2ゴールとも自分の形で点を取れたのが本当に良かったかなと思います。まあ、そうですね、相手のシステムをの裏を突くことと、まあ、相手が 5枚で来ることも予想されてたので、それに対応しつつ、まあ、後半になったら相手も4枚に変えてきたので、ちょっと後半手こずりましたけど、まあ、なんとか、まあ、失点はしましたけども、しっかり勝利として、勝つことができたので、まあ、本当そこは良かったかなと思います。
課題としてはやっぱり失点してしまったことが挙げられるので、そこで失点しまった場面を自分たちでしっかりと振り返って、そこを改善していくのが必要なのと、まだまだ攻撃も得点する場面もまだあったので、そこでしっかり決めてチームをもっと、いい流れに持っていけることもできたと思うので、まあ次のリーグ戦で、もっとチームの得点に自分も絡んでいけるように頑張っていきたいなと思います。そうですね、前半は非常にいい、出来で、後半のまあ10分ぐらいまでは非常に良かったんですけども、やはり足をつった選手が、これだけ多く出ると、その後非常に苦しい展開というか失点もしましたし、コンディション面も含めて相当反省しなきゃいけないなと思います。そうですね、ここで戦う時の FC 北陸さんは非常に粘り強くやってきますし、去年は僅差で1点しか取れませんでしたので、他のリーグの結果を見ても、長引かせると非常に面倒くさいというかね、手強い相手なので、先制点が大事だというところに入りました。まず5バックで来るということが予想できたので、まず相手を前に来させるためにもまず先制点が大事だというところで、タイミングよく初めて点取ってもらえて、でやっぱ相手が無理して出てくるので、でそこをどんどんついてというところで、そういう意味では非常に前半は狙い通りの展開だったなと。後半はちょっと我々の予想と違ってシステム相手が変更してきたので、5バックの前で来るだろうという予測でもう選手をちょっと変えてしまったというところもあり、そこが最後走れる選手を変えちゃったというところがあったので、最後苦しんだ一つの原因だったなと思います。そうですね、次節はもう多分このリーグの、もう天王山だと思ってますので、やること何か新しいことをそんな極端にやるわけではなく、本当にコンディションを含めて、守備のクオリティを上げたり、点を取るところの連携を上げたりっていうところを、さらに突き詰めていきたいなと思います。